本日はアイドルグループ、ケアキザカ46の元メンバーであり、女優、タレントとして活動している長浜ネルソンをご紹介します。青年月日は1998年9月4日、長崎県長崎市出身です。人気女性アイドルグループ、ケアキザカ46の元メンバー。現在はタレント、女優として活躍しています。身長159センチメートル、血液型は大型、愛称はネルソン。 そんなネルソンこと長浜ネルさんの学生時代はというと、中学生時代は国際交流団体のプログラムでアメリカ・モンタナ州にホームステイをしていました。高校は長崎の中でも超進学校の長崎西高等学校に進学をし、全国高等学校クイズ選手権に出場し、長崎県大会の決勝まで進出しています。 そんな天才の長浜ネルさんがアイドルに参入するきっかけとなったのが、両親は受かるはずがないと考えていた鳥居坂46、後にケヤ坂46と解消の一期生オーディション応募を許可したことです。あくまでも記念受験であり、長浜は今まで通り長崎の高校に通い続けるものだと思っていました。しかし、両親の思惑を超えて二次審査を順調に突破し、長浜自身も落ちるだろうと思っていた。 三次審査も合格してしまい、最終オーディションを目前にして、母親の反対によって地元の長崎に連れ戻され、都内で開催される最終審査に参加できませんでした。その後、欅坂運営が親を説得することにより、長浜ネルさんは最終オーディションを受けていないため、ケヤキ坂46ひらがな欅で活動することを条件に、特例で遅れてケヤキ坂46に加入することになります。 アイドル活動中に出版された写真集、ここからでは、過去最多の初版部数を記録しました。アイドル活動の中で、センターを任されたり、個人を題材にした曲がリリースされるなど、圧倒的な人気を誇っていた長浜ねるさんですが、2019年7月31日、オールナイト日本での放送を機に、卒業してしまいます。 しかし、2020年7月7日に芸能界に復帰し、復帰後は、フジテレビの人気番組、セブンルールの MC に抜擢されました。休止していた理由は、やはり彼氏関係などと騒がれていますが、実際はどのような理由なんですかね。1年で復帰、何かあるのでしょうか。今後の活躍を祈るばかりです。このチャンネルでは、今話題の女優やアイドルなどを紹介しています。もしよければチャンネル登録、高評価、面白いコメントお待ちしています。